トレパンは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名はインドネシア語で、ナマコを指し、東インド諸島のサンゴ礁に生息するナマコをイメージして命名された。なお、退役から24年後に、スタージョン急原子力潜水艦25番艦として2代目、トレパンが収益している。 バイカナマコクリーロナマコ本館は建造決定時、ベラカのスペイン語総称にちなみセニョリータと命名される予定であった。しかしながら1942年9月24日にトレパンと改名される。トレパンは1943年6月25日にカリフォルニア州バレーホのメアアイランド海軍造船所で寄港した。 1944年3月23日に、ロイ・エム・ダベンポート夫人によって、命名、浸水し、1944年5月22日、すでに3個の海軍十字章を受章した艦長で、ダベンポート夫人の夫である、ロイ・ミルトン・ダベンポート中佐の指揮下収益する。カリフォルニア州サンディエゴでの成長に続いて、トレパンは1944年8月15日に、 西海岸を出港し、乗組委員の訓練及び戦闘準備のためハワイへ向かった。9月13日、トレパンは最初の紹介で日本近海に向かった。本州南方海域を巡航し、日中は先行して夜になると浮上。バッテリーを充電し新鮮な空気を補給して敵艦を捜索した。9月30日の夜、トレパンは 東京湾を出港する船団を発見する。トレパンは船団を、追跡、2隻の大型タンカー、小型貨物船及び、護衛艦からなる一団に接近した。10月1日になってトレパンは魚雷を放射状に、発射し、北緯25度30分統計142度30分、北緯25.500度統計142.500度。 25.500142.500の地点で、貨物船匠南丸を撃沈した。10月10日には、トレパンは、タンカー、護衛艦それぞれ一隻の輸送船団を発見。トレパンはこれを攻撃し、撃沈を主張したが、戦後の調査では認められなかった。翌11日、トレパンは、北緯33度18分、東百137度42分。 北緯33.300度統計137.700度、33.300137.700の地点で、第105号輸送艦に対して、魚雷を4本発射した。この時の一撃は前日とは違って、ミスと判断されたが、実際には、第105号輸送艦を撃沈していた。10月12日、トレパンは、 東京湾港から19キロ離れた演習灘を紹介中、レーダースクリーンに4つの点が浮かび上がった。その点は、2つは大きく残り2つは小さかった。このため、目標は2隻の不走型戦艦と2隻の秋月型駆逐艦であろうと推定された。ダベンポート艦長は、全速力で目標に接近させ、まず魚雷を6本発射させた。 やがて爆発音が聞こえ、炎が夜空を明るくしていた。ついで艦尾発射艦から別の目標に対して、魚雷を四本発射したが、これは命中しなかった。ダベンポート艦長の、この有毛果艦で巧みな攻撃は不創型戦艦を撃破し、駆逐艦を撃沈したとして、彼に四度目の海軍十字章をもたらしたが、実際には、内海西部に開港中の空母運流。 軽巡洋艦王与堂を護衛していた、駆逐艦冬月に、魚雷一本を命中させて、冬月の陽病気質から、前の艦首が追加する被害を与えただけであった。この攻撃でトレパンは魚雷を使い果たし、懲戒海域を撤収した。10月23日、トレパンは36日間の行動を終えて、マジュロに帰島。潜水母艦ブッシュネルによる整備を受けた。 11月16日、トレパンは2回目の紹介でセグンドよびレザーバックとウルフパックを構成し、ルソン海峡方面に向かった。12月6日夜、ウルフパックはバタン諸島海域でフィリピンの戦いに使用する増援兵力を搭載したタマ34戦団を発見。21時50分、トレパンは 北緯18度52分、統計121度57分、北緯18.867度統計121.950度、18.867、十2 1 9 5 0の地点で、吉広丸に対して、魚雷を発射。吉広丸は、魚雷が2本命中し沈没した。約1時間後、今度は、福陽丸に対して、魚雷を発射。三本が命中し、 福陽丸は大爆発を起こして南方軍幹部候補生などを道連れに強鎮した。また、第31番州丸も撃鎮。三隻の戦果を挙げた。この頃になると、セグンド、レザーバックも戦場に現れ、共同で菅白丸を撃鎮。翌7日にもセグンドが暗黒丸にも魚雷を命中させ、暗黒丸は、 五国アメリカ軍機の空襲で破壊された。この攻撃でトレパンは魚雷を使い果たし、紹介海,海域を撤収した。12月25日、トレパンは35日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長がアレン・アール・ファウストに変わった。1945年1月、トレパンは3回目の紹介で、 ボーフィン・ポンフレット・スターレット・パイパーとウルフ・パック、マックズ・モップス・マック、S ・モップスを組んで、小笠原諸島方面に向かった。この紹介では、この方面にある特設監視定軍を蹴散らして、来るべき、異様島の戦いを支援する、第58任務部隊や B-29 などへの、手助けをする任務が与えられていた。トレパンは、監視点排除任務と救助配備任務の傍ら、 2月24日に、三木先沖で、うず丸を撃沈し、別の規範船に対しても攻撃した。うず丸の遭難を知った、対戦部隊が接近しつつあったので、トレパンは深く潜り、7時間に及ぶ、対戦攻撃が終わるのを待った。3月25日、トレパンは57日間の行動を終えて、グワムアプラ港に帰島した。 4月20日、トレパンは4回目の紹介で、スプリンガー・レイトンとウルフパックを構成し東、シナ海及び航海方面に向かった。4月28日、トレパンは、スプリンガーと共に、福江島富江港沖に出現。6時30分、トレパンは、湾内に停泊中の第146号輸送艦を撃沈。スプリンガーも引き返してきた第17号区選定を、 激沈し、一連の港湾攻撃は成功した。ウルフパックは東、シナ海を精神して、新しい狩り場に向かった。4月30日、トレパンとスプリンガーは3つの目標を探知。この目標は、上海に向かっていたもし霊後戦団のミホマルと、その後栄冠であった。霧と交天のため、スプリンガーが先に浮上攻撃をかけることとなり、 戦団に接近していった。しかし、護衛艦に反撃され先行。護衛艦の注意はスプリンガーに引き付けられた。トレパンはその隙をつき、14時8分に、北緯34度28分統計123度48分、北緯34.467度統計123.800度、東経12 3 4 4 6 7十2 3 8 0 0の地点で、 ミホマルに対し魚雷を4本発射。2本はかわされたものの、もう2本が命中しミホマルを撃沈した。5月2日には、北緯35度48分統計124度41分、北緯35.800度統計124.683度、35.800124.683の地点で材木を輸送中のジャンクを発見し、砲撃で破壊した。 ジャンクの唯一の生存者は、朝鮮人と見られ、意思疎通を図ることができなかったので、トレパンは、道具と食料を用意して解放した。2日後の5月4日には、公開南方で、第20号総改定を撃沈した。その後、トレパンは、上海方面を空襲する、B、B-25 と、日本本土を空襲する、B、B-29 の支援に従事した。 5月22日、トレパンは32日間の行動を終えてアプラ港に帰島した。6月15日、トレパンは5回目の紹介で日本近海に向かった。この紹介は北海道、東北地方沿岸での紹介と東京湾近海における救助配備任務に対別された。東京湾南東海域での救助配備任務は過去2回にわたる。 同様の任務に続くもので、トレパンの乗組員は曇り空を見て、単調な日々にはならないだろうと予感していた。果たして、予定海域到着日の正午前、東京方面を爆撃する B-29 の援護についていた P-511 機が墜落していくのを発見。トレパンは即座に急行し、アメリカ陸軍航空軍所属のラマール。 クリスティアン少尉を救助した。クリスティアンを救助中、近くを飛行中のフランク・アリエス中尉が操縦する P-51 の調子がおかしくなった。アリエス機には、クリスティアンを艦上に引き上げるまで、トレパン上空で旋回を続けてもらうよう要請し、クリスティアンが引き上げられるのを見て、トレパンから400メートル離れた地点に、不時着水し、 トレパンは直ちにアリエスを救助した。2名のパイロットを救助した3日後、トレパンは他のパイロット30名が乗っている状態で、帰還中のティグロンと会合し、クリスティアンとアリエスをティグロンに移送させることとした。しかし、その作業中に救出検索飛行機から、名古屋港からわずか10キロの地点に B-29 のクルーが救助を求めているとの通信があり、 トレパンは作業を中断してスプリンガーと共に現場に急行した。現場にはトレパンが先に到着し、6キロ四方に及ぶ海域を捜索して救命いかだに乗った4つのグループのうち8名を救助。以後、スプリンガーが到着するまでに7名を救助し、スプリンガーは最後の1名を救助して救助任務を完了した。6月30日、トレパンは デビルフィッシュとの会合に向かう途中、小型船を発見して砲撃。燃えて、沈み行く船内から12名ばかりの日本兵が姿を見せたが、降伏を拒否して海中に姿を消した。トレパンは、本州東岸沿いに北上し、しばらくは、戦火がなかったものの7月7日に、青森県東通村沿岸で三隻の沿岸貨物船の船団を発見。トレパンは、 戦団戦闘の第二幸運丸を撃沈し、他の二隻はこれに驚いて、どこかに消え去った。直後、トレパンは、紹介機の爆撃を受け、二発の対戦爆弾を投下された。しかし、幸いにして二発とも命中しなかった。戦局も終盤となり、折しもイギリス海軍の部隊を加えた第三十八、任務部隊が北日本に来襲トレパンは、 その支援任務につき、近くに、富士着水したビル・キングストン中尉を救助した。トレパンは、また、7月14日に行われた、釜石艦砲射撃の模様を目撃。同日にラガーを砲撃で撃沈した後、懲戒海,海域を去って7月27日に、ミッドウェイ島に寄港した。7月31日、トレパンは47日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。 時期紹介に向けての作業の期間中に広島と長崎に原子爆弾が投下され、ソ連も対日戦に参加。そして8月15日、日本は降伏した。修理が完了するとトレッパンは新珠湾を出港。1945年9月3日にサンディエゴに到着した。1946年6月27日に、 メアアイランドを海軍造船所で退役、予備役艦隊入りして1960年代を過ごす。1962年6月11日にアグスマイナス412へ艦種変更され、1967年6月30日に除籍その後1967年12月22日に廃棄処分が認可された。 1969年9月16日に行われた演習、ストライク X4 から69において、標的艦として、駆逐艦ヘンダーソン及びフェクテラーの砲撃によって、海没処分された。トレパンは、第二次世界大戦の先行で5個の従軍聖賞、及び海軍主君部大賞を受賞した。ありがとうございます。